こんにちは、オギのキッチンスタジオです。本日は青森県の B 級グルメ十和田バラ焼きをご紹介します。では材料を見てみましょう。味の決め手はエバラ十和田バラ焼きのタレを使っていきます。こちらのタレですが、醤油ベースの甘辛ダレでご飯が進む味付けです。また本日使います秋田県産もも豚は FPS 豚といって、毎年厳選な審査を受けて認定されている質の良い豚肉です。味といたしましては、油はあっさり、甘みが特徴です。では早速作っていきましょう。では材料を切っていきましょう。玉ねぎ中サイズのものを1つ用意してください。切り方なんですが、まずお尻と頭を落として縦に切ったら、繊維を断ち切るように横に切っていきます。だいたい幅としては1センチぐらいです。では切っていきましょう。玉ねぎ切り終わりました。次に豚バラを半分に切っていきます。では豚バラ肉を切っていきます。本日は 120g 使います。スライスなので、ちょうど真ん中で切れば大きさいいと思います。では切っていきます。こんな形に切ってください。次に炒めの作業に入っていきます。フライパンを用意して油を入れて温めていきます。油は適量です。こちら油です。ではフライパン温まるまでしばらく待ちます。ではフライパンが温まってきましたので、玉ねぎをしんなりするまで炒めていきます。先ほど切った玉ねぎです。じゃあ玉ねぎがこのぐらいしんなりしてきましたら、次に豚肉を入れていきます。じゃあ先ほど切った豚肉です。入れていきます。色が変わるまで炒めていきます。さあ豚肉に火が通りましたので、タレを入れていきます。じゃあ肉に火が通りましたので、十和田のバラ焼きのタレを入れていきます。本日はエバラのタレ使っていきます。大さじ3杯です。しっかりと絡めて焼いていきます。じゃあこのぐらい水分が飛んだら完成です。では火を止めます。では器に盛り付けていきましょう。ではこれで盛り付け完成です。とても美味しそうにできました。十和田バラ焼き、いかがだったでしょうか。本日はエバラのタレを使いましたので、とっても簡単にできました。豚肉を使いましたが、牛肉を使っていただいても大丈夫です。バラ肉と玉ねぎが食欲をそそります。ぜひお家で作ってみてください。また次回もお楽しみに。